ルーディラッカールーディラッカーは、アメリカ合衆国の小説家、SF 作家、数学者、情報科学者、本名ルドルフ・フォンビターラッカー、ルディラッカーとも、サイバーパンク SF、ユーマー SF、ハード SF、数学 SF を得意とする得意な作家。最新の数学理論、物理理論を作品の核とするが、それをポップに具現化する作風が特徴。また、 作品と似たようなテーマを題材とした科学解説書も多数執筆している。哲学者のヘーゲルの五世孫にあたる。ケンタッキー州ルイビルに生まれる。1967年にペンシルベニア州スワースモア大学で数学の学士号を取得。ニュージャージー州ラトガース大学で1969年に数学の修士号を1973年に博士号を取得。 1972年から1978年まで、ニューヨーク州立大学、ジェネセオ校で助教授を務める。アレクサンダー・フォン・フンボルト基金から奨学金を得て、1978年から1980年まで、ルプレヒト・カール大学ハイデルベルクで数学を教える。1980年から1982年まで、バージニア州、 リンチバーグのランドルフ名コン女子大学で教鞭を取った後、4年間執筆業に専念した。晩年のクルト・ゲーデルに面会し、大きな影響を受ける。1977年に、数学書、隠れた世界幾何学、四次元、相対性を発表。その前年、1976年に、諸女長編 SF、時空ドーナツを書き、1978年、 アナース氏に掲載するが、同詞休館により、未完となる。1980年に連続体仮説をテーマにし、関東ル連続体問題とは何か、という副題のついた長編、ホワイトライトでプロ作家としてデビュー。スティーブン・ウルフラムとのインタビューに触発され、1986年から2004年に退職するまで、三ノゼ州立大学で数学と計算機科学を教えた。 1993年に東京国際美術館の人工生命の美学展で来日し、A ライフ、数学、SF と題した講演、及び人工生命プログラム、人工生命細胞実験室の公開を行った。日本では1980年代半ばよりマニア好みのクセモノ作家として紹介が進む。1990年代にはアメリカでも絶版となっている。 初期作品を含む彼の長編 SF のほぼすべてが翻訳、紹介された。また日本オリジナル短編集も刊行された。だが、2002年のフリーウェアの翻訳刊行後、翻訳は行われていない。ありがとうございます。